皆さん、またお目にかかりました。デモンストレーターの田原英一です。今日は流山の運動公園という公園があるんですけども、そこにある猿滑りですね。前も猿滑り近所で撮ったことがあるんですが、まあ、それよりも多少大きいところというのを狙ってきたわけですけども、それほど大きくない木なんですけども、花がちょうど撮りやすいところにあるということなんで、これを撮っていこうと思います。ちょうどね、もう夏の一番暑い時、今2時半ぐらいなんでしょうかね。体温超えぐらいにはなってないのか、今日は34度ぐらいの気温ということで、体温よりやや低めということで、日陰に入るとそれほど暑くないというところではあるんですが、今日はこれをいろいろ工夫をして撮っていこうと思います。今回使うレンズですが、サムヤンの 2470mmF2.8 の FE ということで、使うカメラがソニーの ZV-E10、 この組み合わせだと35105みたいな感覚で使えるんではないかなというところなんですけども、このレンズ最短指定距離確か30センチぐらいまで寄れるんじゃなかったかな、結構寄れるということで、まあ、手が届く距離にこの花がありますから、ちょっとアップ気味で今日は狙ってみようと思います。サムヤンの2470の F2.8 FE、 ここまで寄れるんですね。本当に、まあ、30センチぐらいかな、35センチだったかな、ちょっと忘れてるんですけども、レンズ先端からは本当にこのぐらいと、まあ、握り拳一つぐらいな感じのところまで寄れて、そして風で揺れてるからなかなか難しいんですけども、ここまで大きく花が撮れるということですね。それでは動画で撮ってみるとどんな感じかというのをやってみようと思います。今 F2.8 で1000分の1秒感度が ISO100 ということですね。まあ、やや影のところに入っているというかね、日が陰ってる状態、雲が出てる状態なので、もうちょっと明るめに撮った方がいいかなという感じもしますが、それでは ZV-E10 の動画で見ていきましょう。今これ風で結構揺れていますが、この猿滑りの花を画面いっぱいに映している状態という感じでしょうか。105mm 相当、2470の 70mm の最短撮影距離というところですね。まあ、ここまで大きく撮れるということを実際にやってみると分かるという感じがしますね。真夏のこの後ろにね、セミシグレが入っているところからも分かるので、真夏のイメージになるかとは思いますが、ちょっとこれ猿滑り大きく映しすぎかなという感じがしますから、この最大限どこまで大きく撮れるかというのはこの辺にして、もうちょっと引いて撮ってみましょうか。はい、これは ZV-E10 での映像ということで、今 70mm 一番望遠のした状態で、そして800分の1秒の F2.8、 感度は ISO100 というところです。風が吹いてるせいでね、狙った位置よりもやや、あ、花の位置が今ちょうど良くなりましたけども、まあ、こういう感じで風で揺れている範囲でうまく花が入るようにフィックスで構図を決めてみました。今光がね、当たってるという感じ、逆光ではなくって順光で当たってる感じということでまとめていますから、これはこれでいいかなと思います。で、今度は逆光のシーンという感じでまとめてみようと思います。先ほどの狙いが空バック、ちょっと青い空みたいなところが抜けていたんですけども、それでもね、あの空がくっきり青い感じでもないので、ちょっと背景の位置関係を考えて葉っぱのバックになるように構造を考えてみました。まあ、それでもね、多少ここに白く抜けてるから、もう一工夫必要かなというところで、ちょっとカメラ位置を動かして考えてみたいと思います。50mm ぐらいで考えてたんですけども、望遠にした方が背景の葉っぱの部分もアップになるということで、やはり 70mm で構図を合わせ直しました。太陽がやや差してきましたので、ピンク色もくっきり出ましたね。これで動画で撮るとどんな感じかというのを見ていこうと思います。花が綺麗なので、この花に対して緑の葉っぱが背景になるようにカメラ位置を調整していこうと思います。はい、等加工になるようにということで、風でやや花の位置が揺れてピント合わせが大変という感じではありますが、今マニュアルフォーカスで遅れています。この辺りかな。はい、等加工だと明暗差の関係でなかなか明るさを決めるのが難しいですね。見た目ではね、綺麗に見えるんですけども、この場合は、ちょっと花が白っぽくなりすぎという感じになってしまいました。
もうちょっとシャッタースピードを上げていくと周りが暗くなりすぎますよね。まあそういったことでなかなか見た目通りに撮るというのは難しいかなということもありますが、今回はこのサルスベリの花ですね、いろんな角度から撮ってみようということで試してみました。さらにプロソフトンクリアですね、これは光を拡散するフィルターですので逆光だと思い切り拡散してくれるのではないかなと思うんですが、どうでしょうか。はい、今これフィルターが入ってない状態からプロソフトンクリアを今かぶせた状態ということで、なし、あり、まあ5月かですね、効果ね。こんな感じで、まあ少し光を拡散するようなものを入れると逆光時によりキラキラキラめいて見えるということで、これはこれでいいかと思います。プロソフトンクリアですね、これは光を拡散するフィルターですので逆光だと思い切り拡散してくれるのではないかなと思うんですが、どうでしょうか。はい、等価光だと難しかったのでこの位置からなしと、これプロソフトンクリアありということでね、こんな感じで、はい、表現することができますよ。最短撮影距離ということで、これが30センチぐらいかなというところなんですけども、このぐらいの大きさ、シベを入れてこういう大きさでサルスベリの花が撮れます。これに対して今度はクローズアップレンズ、まあこのね2470の場合もともと寄れるレンズなので、かなりクローズアップレンズの番号が大きくないと意味がないということでナンバー4を用意したんですが、それを取り付けるとどれぐらい大きく変化するかというのを撮ってみたいと思います。今これがクローズアップレンズをつけない状態、サムヤンの2470の F2.8FE 最短撮影距離の時のサルスベリの花のアップということですね。これに対してこれからクローズアップレンズを取り付けてより接近していきます。これが健康の MC クローズアップネオナンバー4ということで、これレンズが無限の時に1メーター割るナンバー4の4ということで25センチにピントが合うということになります。で、そしてもっと近い撮影距離になっているとそれよりもさらに近づけるということで、これね本当に強烈な凸レンズになってますから、どれぐらい近寄れるかというのをやってみたいと思います。はい、今これがクローズアップレンズがついてない状態で、クローズアップレンズを取り付けるともちろんまるでピントが来ない状態になるということが分かりますね。風で揺れてますから、このまま画面上はゆらゆらしてるわけですけども、ピントはまるで来てない状態、これで花に近づけるということで、カメラ位置をちょっと前に出しますと、お、どうでしょう、さっきの2倍ぐらいの大きさで写ってる。まあ、あの倍率では単純に言えないんですよね、何センチでピントが合うかみたいな感じなんで。こんな感じで先ほどの、まあ、この2470の場合は倍ぐらいの感じで写ってるということになりますね。アップレンズをつけるとさっきは原骨一つ分という感じですけども、指3本分ぐらいですね、このぐらいの距離、レンズ先端からこのぐらいの距離でピントが合うということになりますね。まあ、ということで今日はクローズアップレンズを使ってさらに近寄るということもやってみました。はい、流山運動公園のあたりではまだまだこうやってミンミンゼミですね、ミンミンって鳴いてますからね、これとアブラゼミかな、はい、そういったセミの鳴き声がすごく盛んに聞こえてきて、本当に夏の真っ盛りといった感じです。ということで今回はサルスベリの花をソフトフィルターとかクローズアップレンズとかを使っていろいろ撮ってみるということで撮ってみました。もう夏もねそろそろ終わりに近づいてほしい、まあ、この暑い日がずっと続いてますからという感じなんですけども、サルスベリの花もうだいぶ終わり時期に近づいてるんではないでしょうか。この手前なんかだいぶ枯れてますしね、はい、という感じになってきましたけども、まあこういった感じで今日はサルスベリを撮っていました。
田原栄一のこのチャンネルではこのようにサムヤンのレンズとあとはいろんなアクセサリーを使った実践ということで撮っておりますので、またよろしければ田原栄一のこのチャンネルの動画チェックいただければと思います。よろしくお願いいたします。